ヘルツェグノビ、ヘルツェグノビは、モンテネグロの都市。アドリア海沿岸の都市で、コトル湾の入り口の麓に位置している。およそ17万人の人口を持つヘルツェグノビ基礎、自治体の行政中心地あり、アドリア海沿岸都市で最大のセルビア人人口を抱えている。数世紀にわたり、ベネツィア共和国領アルバニアベネタに属したヘルツェグノビは、イタリア語で、カステルノーボ。 新しい城という意味と呼ばれていた。ヘルツェグノビーはアドリア海沿岸の定住地としては歴史が浅いにもかかわらず波乱万丈の過去を持つ。様々な占領の歴史が都市の多様で絵のように美しい建築様式の混合を作り上げた。コトル湾地方は暑くて乾燥した夏と温暖な冬が特徴の地中海性気候である。ヘルツェグノビーは海に近接し、 石灰岩質の地層低質、換気岩の進展を防ぐ山がちな広廃地という南側の解説結果、特殊な小気候を持つ。ヘルテグの日は年間の晴天日がおよそ200日である。7月と8月は日におよそ11時間が晴天である。年間平均気温は摂氏16.2度である。これはナポリア・アリスボンと同じである。わずかな気温変動がしばしば起こる。 1>, 1日の平均気温変動はわずか摂氏4度である。5月から9月の平均気温はおよそ摂氏25度で、夏の海水温が摂氏22度から摂氏26度とむしろ高いことから5ヶ月もの長さの海水浴沈んが与えられている。年間平均降水量は 1930mm である。相対的に大気中の湿度は高いレベルにあり。 最高を記録する秋で80%、最低を記録する夏で63%である。ヘルツェグノビは、1382年に要塞として、ボスニアをトブルトコ一世によって作られ、スベティステファン、またはカステルノーボと呼ばれた。トブルトコの死後、ヘルツェゴビナの出身のサンダリ・フラニッチ公が、カステルノーボを獲得した。フラニッチのの間、 ヘルツェグノビは、塩の貿易で活気があった。フラニッチ公が死ぬと、彼の老いにあたるスチェパン・ブクチッチコサチャ、が、カステルヌーオーボを継承した。スチェパンのもとで、カステルヌーオーボは拡大し都市となり、ヘルツェグノビと改名した。1482年、オスマン帝国が、ヘルツェグノビを征服し、1687年まで200年間、治めた。しかし、 その間の1538年から1539年の短期間スペイン人がトルコを追い出している。ベネツィア共和国が都市の支配を市中に収め、コトルワンと現在のモンテネグロ沿岸と共にアルバニアベネタという行政単位を編成した。1798年8月24日、ヘルテグノビーはオーストリアに併合されたが、1805年12月26日の プレスブルクの和訳により、ロシア帝国へ割上された。ロシア人は、正式には1806年2月28日から1807年8月12日の間ヘルツェグノビを占領していた。1807年7月7日、ヘルツェグノビは、ティルジットの和訳によって、フランス帝国へ割上された。正式なフランス支配は、 ロシア人が都市を経った1807年8月12日に始まった。市は1809年10月14日までダルマチャの一部であったが、その後新設されたイジュリア州へ併合された。コトル湾の立ち行き同様ヘルツェグノビは、1813年にモンテネグロ軍に占領された。1813年9月11日から1814年6月10日の間、 モンテネグロ政府の支援を受けた日本境を置いた暫定政府の管理下にあった。1814年のオーストリアイコールハンガリー帝国軍の出現が6月11日、モンテネグロ主教皇ニコラ一世に領域をオーストリアへ移譲させた。コトル湾と共にヘルツェグの美が再び占領されると市はハプスブルク家直轄領ダルマチア王国の一部となった。 ワンは1918年までオーストリアイコールハンガリーの支配下に置かれた。モンテネグロ王国は第一次世界大戦中にコトルワンを奪還しようとから砲撃した。しかし1916年オーストリアイコールハンガリーはモンテネグロを敗退させた。1918年11月7日、セルビア軍がコトルワンへ入り解放者として住民に迎えられた。ワンは むしろ、セルビアとの直接統合を望んでいたが、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の一部とな。その1ヶ月後に、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国が成立し1929年には、ユーゴスラビア王国へと改名した。コトルワンは1922年に廃止されるまで、ダルマチャの基礎自治体であった。1929年から、ゼタ州。 に併合された。ヘルツェグノビは、第二次世界大戦中、イタリア王国に併合され、イタリア領、タルマティア県の一部となった。1943年9月10日、パルチザン軍によって、ヘルツェグノビは奪い返された。その後、モンテネグロ社会主義共和国の一部としてユーゴスラビア、社会主義連邦共和国に公式に併合された。 ヘルツェグノビーは、モンテネグロ有数の観光名所である。滞在がタスパ、と健康センターとしてよく知られている。近郊のイガロは、イガリスコブラと、イガリスコブロと、イガロノドロと呼ばれる、マットバス、健康と、美容目的の海底浴、イガリスケスラティネ、イガリスックスラティン、イガロ光線と呼ばれる、光線地が多くある。ヘルツェグノビーで最も有名な観光名所は、 ボスニアを飛ぶルトコ一世が1382年に建設したフォルテマーレ城である。この城には19世紀にオーストリア人が建てた時計塔、トルコ人が建てた管理塔、木内のベラビスタ広場にはセルビア聖教会の大天使、ミカイル教会がある。コトル湾に沿った長い砂浜のビーチなしでは都市そのものが日光浴の目的地にならないとはいえ、 多くのビーチはボートで行くことができる。観光会社はヘルツェグノビ対岸のルシティツァ半島からの日帰りボート旅行を計画する。ルシティツァ半島の人気のビーチにはジャニツ、ミリシテ、ロセがある。ヘルツェグノビはユーゴスラビア紛争以前のモンテネグロで一泊滞在した場合の宿泊地の1、3を占めていた。しかしブドバ、コトルといった 沿岸北部のリゾート地が気に入られてから状況が変わった。ヘルツェグノビ観光が直面している最大の問題は、クロアチアから引かれている水道水の不足である。クロアチアの基礎自治体コナブレから供給される水道水への支払いの不履行により、特に夏季のピーク時には、水道水の頻繁な中止と水洗の乾燥を引き起こす結果となっている。ヘルツェグノビは常に、 モンテネグロ内陸部とセルビア発バスの終着地である。2車線ある、アドリア海高速道路、で、もあるが、モンテネグロ沿岸の全長に伸び、クロアチア国境にある、デベリブリーエグでのクロアチア道路網との結合を前に、ヘルテグノびを通過する。カメナリではフェリーが運行される。ベリゲ水道でのレペタネ線は、ティバト、コトル、ブドバ、 モンテネグロ内陸部へ到着するためにコトルワン周囲をすべて行く必要性が除外されている。フェリーを経由すれば2 3トル離れたティバト空港へ行ける。空港はベオグラード中央日間の定期便があり、夏季の間ティバト空港には何十ものチャーター機が毎日着陸する。クロアチアにある ドゥブロブニク空港は3 0トルほど離れており、多くのヨーロッパ諸国との定期便を維持している。基礎自治体ヘルツェグノビは、プレブラカ半島から、ベディゲ水道へ伸びる。沿岸のこの細長い土地に沿って、ヘルツェグノビ自治体に属する町は、ほぼ完全な一列となっており、2003年の調査では、住民は33,034人であった。この人口には、イガロ、ヘルツェグ、 ノビ、バオシチ、ジェノビチ、メリネ、ビーエラが含まれる。これらの町村は近接しているため、ヘルツェグノビとイガロは両方合わせて、人口16,493人の一つの町と常にみなされている。行政上は、ヘルツェグノビの人口は12,739人である。イガロを含むヘルツェグノビの人口を1948年の調査時における民族、 1961年の調査時における民族、当時の総人口は15,157人であった。1971年調査時の民族、総人口18,368人。1981年調査時の民族、総人口23,258人。1991年調査時の民族、総人口27,589人。 2003年調査時における民族総人口33,971人。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。